どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、タッグデュエルは楽しんでいらっしゃいますでしょうか。今日はですね、昨日に引き続きタッグデュエルが神イベントだという、動画になるんですけれども、今日使っていくのはですね、万丈目サンダーさん。サンダーさんのデッキマジでやばいんですよ。マジでやばくて、パートナーですね、これタッグデュエルどういうイベントかっていうと、CPU を操って CPU と戦うっていう、まあ、イベントなんですけど、これが過去最高に神イベントでございまして、なんでかっていうと、まあ、僕らでは使えないようなめちゃくちゃぶっ壊れカードが使えるんですよね。まあ、これはまあ詳細は昨日の動画見ていただければわかるかなと思うんですけど、この万丈目サンダーさんのこのデッキ、これやばいです、これこれやばい。これ自分で操作をオンにすると自分で操作できるんで、ぜひね、これオンにしてやってみていただければと思うんですけど、このね、破壊と創造の融合っていうスキル、これちょっと見てもらえます？自分のライフポイントが2000以下の場合に、自分のターン開始時にデッキ外からアームドドラゴンカタパルトキャノン1体をフィールドに出すと、これやばいんですよ。これ本当にやばい。このアームドドラゴンカタパルトキャノンっていうのが、これめちゃくちゃ出しにくいんですけど、これ出てきたらガチで強いんですよ。VWXYZ ドラゴンカタパルトキャノンとアームドドラゴンレベル7を融合すると出てこれるっていう、これやべえ超絶ロマンモンスターでございまして、でしかも融合召喚条件見てください。自分が上記のカード全ての特殊召喚に成功しているデュエル中に、自分のフィールド墓地の上記のカードを、除外した場合のみエクロサーティカー特殊召喚できると。だから結局この2体を出さないといけないからめちゃくちゃ大変なんですけども、これ今回スキルでなんか2000ライフ以下にするとポンって出てきます、デッキ外からね。やばすぎやばすぎ。で、こいつの効果がガチでやばくて、丸1番で、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手は除外されている自分相手のカードと同名のカードを、の効果を発動できないよと。だからまあ除外しとけばもう何でも無効にできるみたいなもんなんですけど、この、ね、丸2番がね、ぶち壊れてんだね。丸2番ぶち壊れ、相手ターンに一度デッキエクストラデッキからカードを何でもいいです、1枚除外すると相手のフィールド墓地のカードを全て除外します。これやばすぎない？これやばすぎだろ、バカじゃねえのみたいな効果がしてるんですよね。出てきたらもう本当強いっていうモンスターの代表格なんですけど、簡単に出るんでね、このスキルで。これやばすぎる。これで、これ見よがしに入っているライトニングボルテックス3積みとか、こういうのもやべえし。で、今日はこのスキル使いたいので2000以下にしないといけないんですよ、ライフポイントが。で、2000以下にするって言ったらまあ何かなと思った時に、やっぱね、デビューフランケンなんですよね。デビューフランケン一気に5000払えるんで、で、このお邪魔集会っていうこのデッキを使って、このデビューフランケンで5000ライフポイント払い、即座にライフポイント2000にして、即座にこのパートナー相方ジョーメさんの、ターンになった瞬間にもこの、のアームドドラゴンカタパルトキャノンも出してもらって、ひたすら制圧していただくと、まあ、こういった接待プレイとなっております。早速デュエルやっていきましょう。デュエルというかリンチスタンバイ。さあリンチしていこう。アームドドラゴンカタパルトキャノン強すぎ問題。これめちゃくちゃ苦労して出すモンスターなのに、ムドレンゴさん、そう、これめっちゃ苦労して出すモンスターなのにさ、なんかこんな好きでポンって出てきたらもうたまったもんじゃねえよな。サイクロンクリエイター召喚でダウンビート発動。レベル3闇属性機械属モンスターなので、レベル2闇属性機械属モンスターをデッキから特殊召喚できる。さあデュエルフランケンの効果現れよう。お邪魔究極合体、おいでませんお邪魔キング様。ちなみにですね、このデビューフランケンライフポイントを2000以下にするためだけに入ってます。一応お邪魔キング出すっていう、まあ、名目もありますが、さあ相手のフィールド上のモンスターゾーンを3箇所押さえていく。おいエドフェニックさんよ、どうした、息してるか。破壊と創造の融合現れよ、アームドドラゴンカタパルトキャノン。そしてお邪魔チェング発動。俺は手札に存在するお邪魔カードを1枚墓地に送り、デッキよりお邪魔モンスターおよびアームドドラゴンモンスターを手札に加えていく。そしてさらに召喚権効果で召喚、デビューフランケン1体をリリースし、現れよ、いでよアームドドラゴンレベル5。
守備表示に変更しバトルフェイズ食らえアームドバスターアームドドラゴンキャノン。まだ俺のバトルフェイズは終わってないぜ。お邪魔チング発動手札のお邪魔カード墓地の奥にデッキよりお邪魔モンスターおよびアームドドラゴンモンスターを手札に加え、さらに豪華で手札に加えたモンスターを召喚できる。アームドドラゴンレベル5をリリースし、アームドドラゴンレベル5を召喚。1、10、100、1000満場滅散だ。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、ヨハン君と10代 あの伝説のパーティーですね。こちらは、2万丁目サンダーです2万丁目サンダーで相手してやろう。デュエル、あんまもう先行欲しかったな。先行欲しかった感はあるが OK、無の煉獄発動。無の煉獄の効果によってデッキからカードを、あやばい、ジェネコンきすぎ危ねえ。 OK、どうしようかな。誰だそう、とりあえずダウンミーター発動。闇属性機械属、レベル3モンスターのレベルを1個下げたモンスターを特殊召喚できる。そしてデビルフランケンの効果発動。これ誰だそうかな。キャバルリーかなんかでいいか。キャバルリーかなんかでいいか。はい、ちょっと全然関係ねえモンスター出してみた。ごめん全然満場面と関係ねえモンスター出していく。ターン終了。手札は全部捨てられていく。いいだろう。さあ来い10代融合。何なんだ、ネオスタイト、あ強い。何これ、いくつ攻撃力、あたけさっき強い。あとは頼みました、万丈目さん任せろ、ドロー。これ強い。見てろよ10代、見てろよ10代。一応一番セットしよっか。ターン終了でええんじゃないか、これはもう。さあ来い、あ10代じゃない、ヨハン、トパスタがいいだろう。アームドドラゴンカタパルトキャノンは相手ターンに一度デッキエクストラデッキからカードを1枚除外し、相手のフィールドおよび墓地のカードを全てこのゲームから除外できる。アームドドラゴンバスター強すぎ、バカじゃねえの、このモンスターやばすぎだろ。あクソモグラ来た、バトルフェイズくったんばれクソモグラはぁ、アームドドラゴンバスター強すぎ。対戦ありがとうございました。これは強い、やばいやこのスキル、ぶち壊れ。さてお次はクロー先生のデッキですね。クロー先生のデッキすごい展開力があって強いという話になってまして、まあ、あのギミックというか、ま、あのそのメインの、ギミックは基本的にはあんまり変わんないんですけど、僕らのデッキとブラックフェザーあの、ね、カルートが入ってるのと、あとあカルートってこれあれね、あのダメ捨てにあのなんかオネストみたいな感じ、ブラックフェザー版オネストみたいな感じ、簡単に言うとね、まあ、ちょっと若干あのいろいろ違うけど、まあ、1400上がるっていうダメ捨て陣ね。はい、で他のカードはなんかシンクロ召喚しやすい、7シンクロしやすいような感じになってて、7、8シンクロかしやすいような感じになっていて、で、ブラックバードクローズも入ってると、であのシンクロモンスターはこんな感じ、まあんま変わんないですね。この辺は僕らが持ってるカードと同じなんですけど、スキルです。天空へ駆け上がる翼、自分のライフポイントが2000以下の場合、自分のターン開始時にデッキ外からブラックフェザーアーマードウィング1体をフィールドに出すと。かっこいい、欲しい。黒き旋風よ、天空へ駆け上がる翼となれ、シンクロ召喚ブラックフェザーアーマードウィング。まあ、シンクロしないんだけどねシンクロしないんだけど、でこのブラックフェザーアーマードウィングがまあ、アニメでも結構活躍してるんでご存知の方多いかなとは思うんですが、ブラックフェザーチューナーとチューナー以外のモンスターで作れますよと、7シンクロですよと、で戦闘で破壊されないっていうすげえ過程耐性があります。でこのカードの戦闘で発生する自分の絵の戦闘ダメージもゼロになると、めちゃくちゃ強いですよね、これめちゃくちゃ強い、もうこの一文だけでめちゃくちゃ強い。でこのカードがモンスターを攻撃したダメージステップ終了時にくさびカウンターを相手に、そのモンスターに、ね、置きまして、で相手のフィールドの、カウンターを全部取り除いて発動をすると、くさびカウンターが置かれていた全てのモンスターの攻守がターン終了時までゼロになると。
まあ、なんで、ちょっとまあ若干その、遅れはしますけど、まあ、一応戦闘した後、まあ、メイン2とかないんでね、こっちのデュエルリンクスは、まあ、ちょっとその辺あれなんですけども、まあ、一応ゼロにできると。まあ、今回はでもアーマードウィング3を使いたいっていうだけです。スキル出してね。はい。ということで、早速、クロウさんの鬼展開、見せていただきましょう。デュエル、スタンバイ。僕のデッキ、私のデッキ、ガチでやる気ないんで、2000ライフ以下にするだけなんで、俺。これ見て。2000以下にすることしか考えてないデッキ。あとひたすら、他力本願デッキ。スーパー他力本願。あと、クロウさんにどうにかしてもらうってデッキだから、これ。はい、どうぞ、いただきまーす。そして、サイバルデッキフュージョンサポート発動。あと、お願いします、クロウさん。クロウ様を、舐めんなよ。黒い旋風発動。そして俺は黒槍のブラスト、ブラックフェザーモンスターが存在する場合、このカードは手札から特殊召喚できる。そして即座にブラストをリリースし、暁の白っ子を召喚。黒い旋風の効果発動。黒い旋風の効果、ブラックフェザーモンスターが召喚に成功した場合、そのモンスターより攻撃力が低いブラックフェザーモンスター一体を手札に加えることができる。そして現れよ、疾風のゲイル。疾風のゲイルの効果発動。一旦に一度、相手のフィールド上のモンスターの攻撃力を半分にできる。そして、暁のショックの効果、フィールド上のブラックフェザーモンスターの攻撃力を一体に集約する。そして、レベル3、疾風のゲイルを、レベル5、暁のシロッコに、チューニング見せてやるぜ、ジャック。これが俺の魂のカードだ。お前はもう、死んでいる。覚悟はいいか、黒き旋風よ、秘めたる思いをその翼に現実せよ。シンクロ召喚、舞い上がれブラックフェザードラゴン。ま、出した意味あんまないんだけどね。こいつしか殴れないからな。アーマードウィングの攻撃、ブラックハリケーン、ダメージステップいいですか、ダメージステップいいですか、自分アザス、うよー、ブラックハリケーン。強すぎー。